やっぱりね先生ね、ええ、年なりに似合うものってあると思うんです。あるよね、うん、なんかこう若い時とまた違ったね、うん、なんかちょっとハンチング4なんか被っちゃったりしながら、ね、ちょっと縦メガネなんかいっちゃったりしてね、うん、ええ、そんなんかやっぱでもただ難しいんですよね。こうそういう認知されて、あの人おしゃれだねって認知されてない側の人が急にね、うん、おっさんになってそういうことするとね、うん、だから大きく間違っちゃってるように見られるわけですよね。そういう人周りで結構見ますよね。いるね。どうした、急にどうしたみたいな、うん、ね、あの辺をねどう超えていくか。あ、ごめんなさい、ライセンスの話が今日ハイセンスの話じゃないです。ごめんなさい、すいません、すいません、ライセンスの話ですね、ごめんなさい。今日ライセンスなんですよ。すいません、なんかそういうすぐ興味あったもんですからね。ね、おしゃれ泥棒な話じゃないっていうことですね。そうなんですよ、あの J リーグ の、はい、そうなんですよ、はい、火曜日かな、はい、に、ライセンスの話がいろいろ判定結果がまず出てきまして、はいはいはい、八戸、はい、福島、はい、YS、相模原、沼津、長野、奈良、うん、鳥取、今治、宮崎、うんうん、交付されました J2、ライセンスおめでとうございます。おめでとうございます。交付されました、はい。ほとんど今言った方々はほとんどがあれですね、初めて J2 ライセンス交付も多かったっていうところはありますけど、はい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 、ただ一応ね、八戸、福島と相模原、沼津、奈良、今治、宮崎は一応いろんな例外規定みたいなものがあるらしくて、今後の約束がそうですね、はい、スタジアムに関してをこういついつまでにこれするよってこととかが必要らしいんですけど、ただこれで一個問題が発生したのがですね、おお、FC 大阪が、はいはい、あの J3、あ、ごめんなさい、J2 クラブライセンスの、うん、やつを出してたんですけど、実は申請をね、はい、はい、なんですけど交付されませんでした。なるほど。一応理由としてはこれ数年前にあの福島がさ、うん、はい、あのユースチームのところがまだ未充足でなんか交付されなかったじゃないですか、はい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 、それと一緒で今回も FC 大阪の U15 がまだだっていうところで、うん、大変だよねそこは ね、 ね、うんうん、でもただだからさ、はい、まあさ、はい、FC 大阪って今、うん、J35 位なんですよ。うんうん。全然2位以内あるじゃないですか。そうそうそうだよそうだよそうだよ。なんで FC 大阪が2位以内入った場合は、はいはい、しばらく昇降格の J2、J3 の入れ替えは1チームのみということになり。なるほど、そういうことになるのね、うん。代わりのところが上がるじゃなくて。そうですね。ああ、じゃあそれこの発表によってそういうことが、うん、明らかになったわけですね。そういうことですね。なるほど。だから今あのこの間の試合山形戦をもって、はい、実だったの金沢が21位以下っていうのは決まったんですけど、はい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 、FC 大阪が2位以内に入って金沢が最終21位着地とかっていうふうになると、うん、金沢は残留できるっていうことになるわけですよね。落ちるのは1個になるってことですね。1個だけになるってことになるから。なるほど。ちょっとだからまだどこがどうなるかってことは決まってねえ。ああ、そういうことになったわけですね。はあ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 、そっか。いやー、なるほど。まあ、山口じゃない、金沢のモチベーションは変わりますし。そうですね。ね。ただ、FC 大阪のモチベーションも難しくなりますね。そうですよね。だこれでどうなるかってところが、まあ残りね、シーズン6試合、J3 はありますので。まあ、こういうことっていうのはね、過去いっぱい起こってきて、それを乗り越えてね、みんな上がってきたり、うん、ライセンス取ったりしてるわけですもんね。しょうがないっちゃしょうがない ね、これはね。しょうがないですね。うんうんうん、はい。で、あとね、もう一個。優勝して上がれなかったこともあったわけですから。そう、秋田だね。ね。はい、はいはいはい。そうだね。そして、あともう一個、あの、G3 へのその参入のところの、はい、あの話、ライセンスのところも出てきたんですが、はいはいはい、JFL から。一応ね、確定というか、一応条件付き承認を確定させたのが、新宿と三重。はいはいはい。で、なんか、もともと条件、そうですね。はい、で、もともとが条件付きでどうなるかって言われたチームが、他に何チームかあったんですけど、うん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 、青森、滋賀、高知、大分の4チームがまだ継続審議ということになりまして、うん、ああそうですか、確定じゃないと。お、継続審議っていうか、でもね、もうシーズンもあれだから決めて、うんうん、いつまでに決まるんですかね。なんかね、例年だと、うん、この10月末のところで本当だったら決まりだったんですよ。はいはいはい。なんだけど、ちょっと気になる、確かになって気になるのが、はい、実はですね、はい、今言った4チーム、はい、青森も滋賀も高知も大分も、うん、このちょうどコロナ禍中で一回消し飛んだとある基準がありまして、はい、あれですよ、ホームゲームの入場者数って以前あったじゃないですか。ああ、はい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 。
で、あれがもともとは絶対目標で平均に2000超えてることが絶対だったんだけど、なかなか大変な基準ですよね。一応そのコロナがうんぬんとかもあったからちょっと突破現れてて、一応努力目標みたいな感じになったんですよ。はい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 。そしたらその4チームとも2000どころか1000超えてないんですよ、平均で。ああ、はいはい。っていうところで、そのチームを上げていいものかっていうところで、継続審議っていうふうになったみたいです。ああ、なるほど。一応数字も出てて、青森が535人平均で。はいはいはい。で、滋賀が792、高知が647の大分が804という。うん、なるほど。実際、新宿と三重は平均で1000は全然超えてるっていうことがあって、そっちの4チームがこれからだ継続審議のところでさらにどうなるかっていうことに。今シーズン終わるまでには出るってことなんですかね。そうですね。で、今、青森と滋賀が JFL のトップ5に入ってるので、なるほど。これでだから、ダメっていうふうになると、J3 で北九州も、いわゆる最下位ですけど、今、残留が確定ということになる。ああ、なるほど、そういう、なるほどですね。そうなんですよ。おー、そうですか。もしかしたら新宿と三重は一応確定させてるのがあるので、ガガッとこれ残りの試合とかでガッとこう順位上げてきたら、まあそこと北九州での入れ替えは、まあ起こるかもしれないなってことですね。なるほど、なるほど。っていうのがいろいろ出てきたし。はぁ。わかりました。ね、なんか、こう、終盤になって、また、こう、盛り上げじゃないですけど、はいはい、新しい情報というか。そうですね、これは、そうですね。いろいろまた話題を読んでるんでしょうか、これはね。そういうことですね。うん、各チームにいろんなモチベーションがもろもろ変わるような。そうですね。タイミングになったのかな。はいはい、まあでも、このね、今回の情報待ってた側もいたし、ある程度ね、固まったというか、決まったものもあるということですから。そうですね。これはこれでやっていくっていう感じですね。そうですね。ということになりました。ちょっとね、これもう、我々ほら、マンデーライブ、見る赤のマンデーライブっていうところで、この順位表関連のことね、リスナーの皆さんと毎週いろいろお話させていただいてますから、はいはい、ちょっとこれを踏まえながらで、またちょっと来週のね、マンデーライブの動画の中でもちょっといろいろ話していけたらと、そうですね。いやもうそういう季節でございますか、先生ね。そうだね。終盤の終盤。小骨格、ね、ですよな。なんか厳しいもんですよね、いや本当にそうだよね。なきゃないで寂しいし、なきゃ面白くないんですけどなんかあることによってやっぱ悲しみも生まれるわけでしょ。そうだね。誰かの喜びの裏には誰かの悲しみがあるわけですか。そうだな、ね、子供じゃないんですからね我々はみんな手をつないでね、全員楽しくなんていうのは成立しないんですか先生。いやなかなか難しい ね、それじゃないとね。リーグ戦だっつってですからねそういうことを言ってる場合じゃないですよねこれね。いや本当そうですね。なるほどですね。なんていうことが一つありましたよって考えると、町田のサポーターの皆さんなんかもうウキウキワクワクルンルンルンでございましょうな。いやそうだよね。町に J1 がやってくるわけでしょ。いやー、そうだよ。J1 のスタジアムを回るわけでしょ、これからね。そうだよね。初昇格って何が変わるのかちょっと聞きたいよね。いや、そうだね。やっぱりだってさ、居酒屋さんとかの収入も変わんじゃないの、駅前の。いや、全然変わるでしょ。全然変わるでしょ、ホテルや。ね。めちゃくちゃ変わるよね。そういうの、なんかね、数字に出してほしいですよね。だってそれってやっぱ J リーグをこれからライセンス取ってさ、盛り上げていこうっていうチームのこうデータになるじゃない。いや、そうだね。あるんかな、そういうのって。あるよね。あるだろう。いや、我々 J1 目指してますと、今、こうですけど、J1 になるとこうなります。何年前に J2 か J4 に上がったこのチームは、こういうデータがありまして、地元商店街並びにね、観光業、数字がこのぐらい跳ね上がっております。知事とかっていうのはあるわけでしょ。あるでしょ。データが。あるよ、絶対ある。ね。どのぐらい上がるんでしょうね。子供増えたりすんのかね、町に。J1 がやってくる、ね、町が儲かる、ね、かそうでしょ。町が豊かになるってことはね、出生率も増えるってことでしょうよ。ああ、でもそれ、ね、そうだよね。ってことでしょ。余裕、ね、余裕というか、豊かになるわけだから。町が、ね、出る、ね、町治安も多少悪くなる、ね、事件も起こる。ね、そうやって街っていうのは大きくなってくるわけですからね。何言ってんの何を言ってんのそっち何か来るかなって顔身構えてしまったけど。ただ、まさ、俺ですよ、はいはい、久しぶりですよね。長崎以来、2017だったかな、あれ。あ、初昇格がですか。そうそう、JYAのね。はあ、はあ、
まあ長崎もそれがあって今またね、うん、ああいう新スターができてね、ホテルがってなってるから。そうですよね。町田もさらにスタジアムとか、うん、そういうことの話も進んでるんですか。じゃあそういうふうだとあれでしょ、もっと天空 もっと上に作るんですか、スタジアムを。もっと山を尖らせてもっと上に作る。すさまじい町のどこからでも見えるようなね、もうお城みたいな、ね、なんかモノレールの延伸とかね、なんかそういう話もなんかなくはない。モノレール、うん、あのこれ、うん、あ多分あれだと思いますけど、中央大とかの八王子の方に通ってるあれですよね。あれを、そうあるんだ。そうそうそうっていうところとか。リニアモーターカーはどうなったんですか。あった ね、そんな話ね。僕小さい頃からねの、うん、言ってましたよ、夢のリニアモーターカーが走り出すみたいな。全然走らないじゃん、リニアモーターカー。いや本当だよ ね。どうしたんですか。なんかあのルートの話とかもどうなったんですかね。なんかなんとかルートとか。進んでないんですか。そういうのです。そういうのあるよね、日本はね。立ち退かない人がいるの。ここは恨んみたいな、そこなんとかお願いしますよつって。ね、あもう仙台からもう現でやってるんだこの店はつって、お豆腐屋さんが動かない、ね、あるかもしれないね、そういう話もね。1軒ぐらいね、1軒ぐらい横通り過ぎましょうよ。カタ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 。はあ、ただ町田もあれらしいですね、うん、来年もあの国立の試合はやるってなんか名言みたいな感じ。ああいいじゃないですか、うん、それはいいよね。で他のチームなんか何チームかまだあのなんか公式の表明してるわけじゃないけど、うん、もうあの計画が進んでるみたいなことがあるらしいですから、そう考えたら来年も国立は10試合12試合とかあるでしょうね。だ月に1回はあるでしょう、ね、国立も使ってる。だ国立って国立じゃなくなるんでしょ、うん、今度。そうですね、名前もじゃあ国立競技場じゃなくなっちゃうわけよ。名前も変わる可能性は。それは変わるでしょ、国立じゃないんだから。そうだね、そうでしょ。だって缶のものじゃなくなるから民のものになりますからね。あれはそうだよね。うーん、うわーなんかちょっとやだ。しばらく旧国立って言われるんだもんね。そうでしょうね。なんていうの、 X にしようかとりあえず。数学になっちゃった。いやいや、ツイッターの方言っただけ。あ、そっちなの。ツイッターの X もあれかい、仮の名前なんかやる、なんか代入してって意味なんかやる。あ、そうか。なんてなんだろうね。あの辺なんて言うんだっけ。ね、場所ね。場所か。あの千駄ヶ谷付近。千駄ヶ谷。千駄ヶ谷競技場。いやー。ね。千駄ヶ谷開催。なんかちょっとテンション上がんないよね。渋谷開催だよね、せめてね。それだったら一応渋谷。国立って名前残した方がいいね。そう、ね。これはもうサッカーお得意のもう、カタカナで残そう。ね。ね。国立、そう、エディオンスタジアム国立とか、あー、ね、なるほどね、企業名で買うんでしょ多分、ね、はい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 、だから国立っていうのはさ、日発みたいな感じで残そうよ。いや、ね、日発も企業名だけど、その、なんていうの。なんかもうあのことをもうカタカナで国立って言おうもんね。そうだな、ちょっと違うのかな。でもだからどこの会社がそのね、あの経営権とか運営権というか買うのか。もうなんかその場で盛り上がってるとこは買うんじゃないの。まあ、その場で儲かってるとこ買うんじゃないの。ね、でもほら、どこがね、あれを運営するってまた難しい話ですからね。だから、あれだ、うん、映画会社から買おう。ね。映画会社。安野さんとかで、名前は新国立。ね。カタカナで、新国立。ね、エヴァだな。いいんじゃない。 いいね、うんうんうん、そう、うん、でもね、やっぱ普通にそのままこのままの状態でずっと行ってしまったら、あそこの場はね、どうしても黒字になってないっていうのがあるから、まあ黒字にさせなきゃいけないっていうのがありますからね。あれだって、そんな回る、だってそんな公民館じゃないんだからさ、回らないよ、みんな借りれないよ気軽に。そんな、いや、そうなの、人集めないもんね、そんなに。でしょ。そうよ、黒字にするちょっとむずいよあれ。大丈夫なの。やばいね。だからこれ買い取り先見つからなかったらどうするんですかね。であんまり盆踊りとかばっかりやられちゃうと芝もね。あんなっちゃうでしょ。そんな無理だよね。そうだね。でも行政とかあんま使うわけでしょ、陸上大会とか。そういう、まあ特に渋谷区の方々とか使うでしょうしね。特にあの国立競技場って普段そういう大きなスポーツイベントとかコンサートとかするんじゃないときは、結構そういう使い方もしてるわけでしょ、うん、俺あの最近の方はちょっとコロナもあったから、地元の中学生とか一回はあそこ走ったことあるの。それじゃあ昔はそうだったはずです、10年前。へえ。俺あの先生やった時にさ、ちょっと渋谷区結構多かったんだけど、生徒が
そう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 、はいはい、だから今日のあの国立で走ってきたとか、すごいね、うん、汗マジでみたいなことを聞きましたね、やっぱりね、びっくりしちゃった。なるほどね、そういうことなんだね。そうなのよね。いいね。俺よく言うのがさ、うん、俺サッカースタジアムがあることはいいことだと思うんですけど、それ多くしちゃうとじゃあ陸上競技場が減っちゃうんですよね。はい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 、はい、今だと、はいはいはい、だけどそれを陸上競技場とサッカースタジアムを2つ同じこのなんかいろんな都市の中に作る、うん、ちょっとむずいじゃん今。いやもうずっと語られてることですよね。だからやったいうね、こあのそうスタイルになってるわけでございますから、そう陸上のためにも必要だよな、うん、なんて、そうですよそうですよ、陸上トラックいらないよとかいう人もいますけど、まあサッカーファンの勝手な意見ですからねこれね。いやね、そうで近くで見たいのあるんだけど、ね、だからやっぱそのね、せり上がる中にニュニュニュッと出てくる観客席を早く、うん、ね、システムを、うん、それの方いいね。それ無理なんすかね、なんで無理なんすかねと思うんですけどね。確かにな、だって幕張メッセとかだって調節できるじゃないですか大きさ。いやそうだ ね、 パーティション、確かにやってるやってるわ、ですか、芝だから難しいのかな、うん、まあそうなんでしょうね。でもトラックの上にこう、うんうん、せり上がるね、うん、椅子があったって良くないですか。そうだね。やれりゃ、やれりゃやってんだろうねこれね。難しい話ですね。じゃあ何、イングランドとかね先生、ああいういいスタジアムがあるじゃない、中規模から大規模まで、うんうん、お客さんと近い、うん、ね、各地にあるじゃない、うん、どこで陸上やってんすか、じゃあ、確かにそうなの。これちょっと皆さんに聞きたいですね、陸上トラックどうしてんですか。でもさ、まあさ、ほら、アフリカ勢とか正直そのオリンピックとかでも聞くけどさ、はいはいはい、あんまりヨーロッパの方で長距離でいい結果残してる人とかそんなに見ない。あ、1500とか。いやまあ、てか何ならマラソンもそうですね。マラソンとか。イングランドの人とかあんまいないもんね、イメージね。そうですね。たまーにまれにスウェーデンとか来たりしますけど。ああ、じゃああんまり盛んじゃないってことですか。だと思うんですよね。アメリカは陸上強いよね。陸上強いです、ね。アメリカトラック&フィールドっていうじゃない？あるね。あれはなんだい、アメフトのスタジアムにもトラックあんのかいないよね。いやまさも、だって国土違うもん。そっか、でけえのか。ロシア、中国、アメリカももう別次元ですからね。でけえのか。うん、単純に。そっかそっか。我々ちっちゃいから。ちっちゃいからか。そうなのよ。そっか。ってことなんでしょうけどね。なるほどね。いや、そういうことですね。これはもう言ったってしょうがないね、うん、これね。でも、もういい、いいスタジアム増えてるのは事実ですから、これ。そうだね。ね、文化を盛り上げていく。それが一番でございますから。うん、そういうこと、じゃあ何、新国立使いたいって言ったって、地元の行政がまたその、何、施設管理者にお金払うわけ、今度は。なんかそこら辺うまいことなんかやるんでしょうけどね、うん、うまいことやれるところか、うん、なんかいろんなところからも承認得られそうみたいな感じというか、反感反民みたいな感じですか。そうだね。なんかでも最近のそういうなんか経営みたいなところで言ったら、そういうほら、うん、ソーシャルなんじゃないけど、うん、そういう社会課題も解決してとかじゃないとなかなか周りに受け入れられないっていうのがあるから、はいはい、そのね、東京都民だったりだとか、うん、まあ、そこなんかいい散歩道みたいになってますもんね、うん、そうね、うまいこと解放してやるんですかね。300円で走れるとか。ああ、いいね。なんかありましたよ。なんか、栃木はそんなにしてるっつって、新しくて。そうなんだ、うん。トラック走れますみたいな。いいですね。東京ドームって夜中借りれるらしいっすよね。あ、草野球の人とかね。あ、はあ、20万ぐらいで借りれるらしいよ、みんなで。ああ。で、ね、2万ずつ払って、なんか、イエーイとかやったりしてるみたいですよ。すっげえ昔おじさんが言ってた、やったよ東京ドームでやったよっつって。あ、でもそれだ、すごいいい経験ですもん ね、 ね、国立競技場でサッカーやりたいですもんね。そうだね、やってみたいですね。やってみたいです ね、 ね、やるまさやってみたいですね。いくらするんでしょうねこれね。本当だね、怒られますよもう夢見てる人に。国立を夢見てる人にこんなね、芝でまず蹴ったことないんだから、ほぼね、芝で蹴ったことないんですよ僕。まだ僕 ね、 ね、高校芝だったんですよ。え、学校が？そう。かっこいい。学校の校庭が芝でいらっしゃった。そう、サッカー場でやその芝のサッカー場でやってました。芝の上でサッカーなんかしたことないんですよ僕。
いや、やっぱ土って違いますね、ほんとね。さささっていくもんね。いや、人工芝だって感動しますよ、私。砂でしかやったことないんだから、土と。いや、そうよね。ね。だ小学校のしかやってないから、うん。開いてグラウンドって、入場行進だけ芝だった。準決勝行かないとやれないから、やったことなかった。ああ、そういうね。うん。土よ。なんかね、クロス上げやすいね。ああ、そうだよね。だってトップ、うん、あれしてんだもんね。下に足が入るから。すごい昔の記憶だけど。あげちゃってた。クロス上げちゃってた。上げちゃってた。逆になんかほら、ヨーロッパにちょっとさ、行った時にさ、うん、旅行っていうか行った時に草サッカーみたいなの混ぜてもらって、そこはもう芝だからさ、まさに草サッカーだわ。楽しかったね。いやー、いいね。でね、からかってくんのよ、俺ちっちゃいから、つって、若いやつが。足とかかけて転ばすの、はいはい、俺のこと。ケラケラ笑ってんの、そんで。これね、でも芝だから痛くないわけ。だから、あの、足をかけるってジョークがあるんだよね、オランダ。へぇー。びっくりした。こんなん、もう侍の我々の国の土でやったら、もうあれですよ。刀抜きますよ、こっちは。まあ、リアル怪我するもんね。なんたる侮辱切り捨てる喧嘩ですよ、こんなもんね。だからやっぱそのサッカー文化の広がりにもやっぱ芝っていうのは大事なんですね、あれね。そういうことですね。転ばしたりするのがジョークですもん、キーパーだって横跳びできるでしょ。そうだね、よく飛んでますよ、日本の小学生横跳び土で。確かにな、恐ろしいね。ほんとそうだ、怖いもん ね、 ね。トトの助成金は全国に芝のグラウンドを増やすことに使われているんでしょ。そういうことです ね、 ね。だいぶ、じゃあ私も貢献してるじゃないですか、これね。あるかも。そっか、だから人工芝がだからとかね、よく言いますけど、うん、人工芝だってやったことなかったんだ。感動したもん、うん、人工芝最初蹴った時。いや、プロみたいと思ったもん。緑と思ったもん。まず緑でやったことないんだから。それ茶色だもんね。茶色。つつつ言って、ね。そうだよね。あの、新しいボールがね、人工芝の上を走るあの感じね。うん、おぉ、サッカー見て、プロみてえだって思ったよね。だいぶ分かるな、あのボールさーって、ね、そうそう、だいぶ昔の人ですよね。ストッとボールを触って、ああ、これがサッカーなのかって思いましたもんね。いや、そうだよね。天然芝蹴ってみたいですよ。いや、いいよ ね、 ね。またサッカーしたいな。サッカーしたいな、サッカーしたいな、はい、ね。ね、うん、医療からなんか企画しますか、マサ。そうって、そんな、MC、そんなイケてるチャンネルみたいなことします。ボールは10年ぐらい蹴っていません。怪我したっつってテンション下がって、そう、ね、ね、一人怪我してなんかね、あの、みんな笑ってる場合じゃないから、今日はじゃあどうぞ、またやりましょうね、はい、お疲れした、大丈夫、ダイス、ダイス、ダイス、本当に大丈夫、ダイス、ダイス、気にしないでください、ダイス、あの、楽しんでやってください、いや、そういうわけにもいかないんでね、大丈夫、痛くないじゃん、ダイス、ちょっと医者行ってくる、あ、医者かーって、みんなで一緒に行きます、ダイスっていう、ね、しかもこれ MC2 人のね、どっちかがそうなりそうな気配結構漂ってますからね、我々の場合。そうなんですよ、ね、なかなかできないね、いやいや、はい、何の話だ、ほんとそうだわ。裏の普通の素の時の話みたいなことやっちゃったけど。いいんですよ、それでいいんですよ。あ、そうですか、いやいや、ということでございましたと、ね、うん、ということで、はい、ライセンス取れた、ライセンス、おめでとうございますということで、おめでとうございます、全体的に発展を祈っておりましてね、うん、これはね、そうだね、はいはい、うん、土は土でいいもんよ、でもね、そうだね、そういうこと、うん、ね、それは間違いない、まず鳴らされた平地があるってことが文化の印なんですよ、こういうことだわ、そういうことですよね、上見たきりがないんですから、これ、そうなんだ、今あるものをまずありやがたがらないで何ができるっていうことだ、そういうことなんでしょう、本当にそうだわ、ないものを数えるより今持ってるものを数えようよってね、そうだ、ミスターチルドレンが言ってましたよ、なんか近いような言葉で言ってました。ねえ。ということで、はい、また聞いてください。井上までございました。ノーミル佐藤でした。どうもどうも。じゃあ、またねー。